はい、どうもこんにちは、ラブです。初めましての方は初めまして、いつも見てくれてる方ありがとうございます。というわけで今回も、お城建築なんですが、前回屋根を作ったじゃないですか。でその屋根ツンツンを作らなきゃって言ってたんですけど、全然思いつかない全然ちょっと屋根をね、どんな風にすれば白っぽくなるのかなっていうのが今思いつかないので、今回は内装の方を作っていこうかなと思います。なんで、あれだね、前回は地味作業だったけど、今回は地道作業だね、でとりあえずまだこれ1個のフロアになってるので、部屋割りをしなきゃいけないんだよね。まず1階2階3階まで作っちゃうかな。ここ塞いじゃおうか。こっから2階ってなると思うから、とりあえず1階2階分けちゃいますか。ここをもう白樺の木材でとりあえず分けちゃう。細かいやつはもうカーペットとかでね、今後やっていくので、あ、待って、これ結構これ時間かかる作業じゃないこれ今気づいたぞ。これ結構時間かかるぞ。やべえね、これ。やるか。よし、これでどうでっしゃろう。どうでっしゃろう。これでどうですか。いい感じだよね。うわ、まだ何とも言えないな。もっと壊すか。もうちょい壊すか。こうして、お、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっといい感じになってきたぞ。ですね、こんな感じにやってみたんだけど、よくあるやつだよね、これも。お城とかによくある感じのを作りたくて今頑張ってるんだけど、こうした方がいいか。これでいいのか。こうして、こうこれでいいんじゃない？ちょっと作ってて思ったのが、この石のレンガが結構ね、いいかもしれない。内装はこの石レンガ大量に作ってやっていきたいんだけど、ちょっとね、あんまり、まだ未完成。材料が足りないので、まだ色々と未完成だけど、こんな感じのさ、玄関どうだろう？そこはもう全部見えなくして、見えなくしてというか、だからちょっとすげえ未完成で申し訳ないんだけど、ここに扉開けて、こっち側に馬小屋っていうのかな、そういうスペースがあって、こっちに、なんだろうな、ここにまたなんか広い倉庫を作ろうかなと。向こう、あそこはね、エンチャント部屋とかにして、ここを倉庫にしようかなって思います。これで1階はなんとかなるよね。なんとかなる。これで1階部分は完成じゃないかな。馬のところは全部あれだな。敵湧いちゃうけど、草にしなきゃいけないね。
ということでですね、馬小屋、馬小屋ではないんだけど、とりあえず、この下を土ブロックにまた戻しました。で、そこ壁を作ってって感じかな。変化としてはちょっと地味すぎたので、おそらくカットか倍速かの編集になってると思います。ここ階段作りたいんだよね。で、ここで、いつでもね、こっち行けるようにしたいから、石レンガでいっか。よし、これでどうだ。こんな感じ。こっから上に上がって、で、ここにゲートつけたら敵も入ってこなくなるんじゃないかな。みんなどこ行ってんの？どうしたの？二人とも。なんでこの子たちはこっちに来るんだ？この家を作ってて何か足りないなって思ってたのが、やっぱカーペットかなと。で、やっぱり敵が湧くみたいなんで、ですよね、この木でも。だからね、結構木が食われてたりするので、カーペットをそろそろね、準備してって感じになるので、今回羊を連れてこようかなと思います。この世界に羊連れてくるって言ってもどこにしよう。ここ羊スペース、とりあえずここかな。よし。んで、どうしよう。ここ、こうしよう。みんなお久しぶり。羊おいで。うおこれみんな通る、これみんな通るのかな。おいで、通れ通れ。なんかむごいわ、なんかむごいわ。さあ来い、さあ来い。さあみんなおいで、行こう、みんな一緒に地獄へ行こう。あ、じゃあ太郎。ちょっと待って、確実に一匹違うもの混ざってたぞ。待って、じゃあたら、心配だな。行くか。行きますか、向こうの世界。ちょっと、君たちは、ちょっと待っといて。100% じゃあたろう行ったぞ。わお、じゃあたろう。そっかそっか、じゃあたろうもついてくるんだ。まあいいや。さあ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 。おいでおいで。うわー、一匹だけ牛混ざってるよ。あの、彼はね、前作の実況見てない方に言うとね、この牛はジャータローっていう名前でね、特に意味もなくペットにした牛だね。いやー、お前までこの世界来てしまったか。うわー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 、なんか不思議な感じ。ちょっと奥側の方からどんどん手前に持ってこよう。おいで。で、奥に、オッケーオッケーオッケー。よし、これで大量に増やしたらいけそうだね。ただ、赤い羊毛が欲しいんだよな、今は。あ、赤い羊毛ってこれだっけ。これで、あ、できるね。これ、この赤い羊毛が今欲しいんだよね。なるほどね、チューリップか。これは向こうの世界に戻らないとダメだな。戻りますか。なんか新鮮だね、この世界でこんな装備着てるっていうのは。まあ、ゾンビ、この実況でゾンビ出てきたことあった？あるじゃん、いっぱいいっぱいあるわ。羊を増やすのは小麦だよね。小麦もまた持っていこう。畑もそういえば途中までだったね。畑も作らなきゃダメだな。あ、これ外しといた方がいいな。よいしょ。いやー、この世界は平和だな。見てよ。お、うん、向こうの虫の世界は昼と夜っていうのがないもんね。常になんかちょっと暗い感じの場所だからさ。な、ね、なんかいいね、やっぱこの空があるっていうのは。空があるのは素晴らしいよ、マインクラフト。よいしょ。まあでもなんだかんだもうお城作りにも入っちゃって、もうこの実況的にも折り返し地点かなとは思ってますね。あまり、なんて言うんだろうな、自分のゲーム実況の
スタイルっていうのなんかかっこいいな。そう言うとかっこいいけど、あんまりね、長いパートをグラグラと続けたくないっていうのが僕の中にありまして、だいたいパート30ぐらいが、お、その、鶏多くねあの、パート30くらいが自分の中の実況シリーズ1個終了かなみたいな、30、20で終了かなっていう考えを持ってるので、この虫クラこの虫クラもおそらくなんだけど、パート30あたりで最終回迎えるんじゃないかなと思っております。あんまりね、長くグダグダしてて、なんかあの、新しいのをどんどんやりたいから新しいのをどんどんやりたくなっちゃうから、ちょうど、まあパート30になるといい感じで終われるんじゃないかな。よいしょ、雨降ってきたし、うわうわ、ちょっと雨は良くない赤い羊同士の子供は赤い羊毛で生まれてくるのかな、どうなんだろう。うわ影、うわわわわわ、綺麗、ほら賊馬の方の拠点綺麗、結構気に入ってる、やっぱこの拠点は。あーいいねこの感じも、育ってるわ、回収は早え早え、回収は早え、ちょっと持って帰ろう。これでみんなご飯の時間。ジャタロウはいらないでしょ、ご飯ジャタロウ、よいしょ、あ、ピンクが生まれてる、ちょっとあれ、なんか色とりどりなものが生まれてしまった、ちょっと待って、あ、そういうことか、白と赤でまた別の、まあいいか、また染めればいい話だもんね。とりあえず今は数を増やしたいので、とりあえずこれでいいかな。なんかまた色分けもしていかなきゃいけないですね。まあとりあえず今はこんな感じでいいんじゃないかな。よし、じゃあカーペット作りましょう。よーし、あんまり取れてないな、まあいいや。どう作るか、あったカーペットでしょ、でこっちもカーペット、オッケー。で、まず、やっぱりね、玄関、このね、門入ったら、赤い絨毯がお出迎えみたいな。そういうのが必要じゃないかな、こんな風に。ね。で、ちょっとここを左右にするとややこしくなるから、ここ多分まっすぐでいい気がするんだ。もう足りなくなった。でもいいよね、これ。で、この白のカーペットはとりあえず敵が湧かないように倉庫に貼ろうかな。どんな感じ？いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まだちょっとね、玄関も曖昧な感じで、ここもいろいろと装飾系は多分一番最後にしようかなって思ってます。まだなんか殺風景じゃないですか。この馬の方もそうだし、あ、でも結構いい感じ馬の方もそうだし、この玄関もそうだし、倉庫もそうなんだけど、結構殺風景な感じになってるので、装飾はもうこの もうお城作り最後にしようかなって思ってます。とりあえず部屋をね作っていかなきゃって感じだね。うん、以上かな。じゃあ今回は、今回はこんな感じだ。羊たちどうだよ。毛生えるの早えな。マジで早いね、君たち。ありがたいけど。なんか、毛刈り隊になった気分。